おはようございます。おはようございます。一人なんか一人よくある人いた。おはようございます。やだ、ちょっとさ、もう一回詳しく聞く。この家に来てからゴキブリを見るペースが結構多いので、さすがにもうゴキブリさんと直接対決を、無理しか入れられないの、彼のこと。いろいろなんかゴキジェットとか用意してきたので、徹底的に駆除しましょう。あ、じゃあソラはやる気にしてた。ソラやる気にしてた。無理無理やるか。無理無理やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう。見つけてあげるよ、君だけのやる気スイッチ。皆さん、こんにちは。私たちルネイズです。ゴキブリを見つけようとしましたが、見つけることができませんでした。大変申し訳ございません。申し訳ございません。ゴキブリ見つけることができず、ちょっとね、動画的にもなんかこのままこれを一本にできないじゃないですか。何かしないといけないと思いません？はい、何かしないといけないんです。何したらいいと思いますか、藤野さん。え、柔道とかやってみたら、そう、競技みたいな。演技中に笑ってしまったらダメっていう付け加えて、笑っちゃうよ。なんか笑わせようとしてもいいんだけど、こっちは真剣なんで、そう、真剣な空気を持ちつつ、笑ってはいけないっていう。目の前に死体があります、はい、犯人は3人の中にいます。重っ。よーい、スタート。大丈夫ですか？大丈夫ですか？ダメだ、意識がない。サバンナやめときたら。死んでるよな、警察呼ぼうか。自首しなって。いいんだよ。何が？やっぱり警察呼ぼう。自首してって。だから凛じゃない。わからない、なんで死んでるのかも。手血だらけだよ。いいんだよ、現実逃避しなくても。本当に違って。じゃあこの血は何？霧だって真っ青だよ。真っ青。ちょっと待ってんじゃないですか。マジ殺したくなっちゃった。
いい。弁護士の方は自分で雇ってくださいということで、即興力を鍛えるためにエチュードやってみたんですけど、はい、どうでしたか、藤原さん。どうでしたかじゃないでしょ。よく聞けないですよ。全然ダメでしょ。やっぱりダメですか。ダメですか。見れる作品がなかったね。あー、私たちはアドリブ力を鍛えないといけないですね。噛んだしね、今。誰が一番ヤバかったですか。渡辺じゃない。また罰ゲームですか。じゃあちょっと今回渡辺が一番ひどかったんで。いやそんなことはないですよ。ですよね。次回シェアハウスで、はい、ゴキブリが出たら、やだ、渡辺に駆除してもらえる。やったー、お願いします。これはもうやります。責任を取ってやります。頑張ります。お願いします。お願いします。